和田岬駅は兵庫県神戸市兵庫区にある西日本旅客鉄道神戸市営地下鉄の駅である。かつては神戸市電の電停も設置されていた。JR 西日本の山陽本線支線と地下鉄の海岸線が乗り入れている。和田岬線は当駅が終点である。海岸線の駅には駅番号として K06 が付与されているほか駅名半下広告として 三菱神戸病院前が閉域された期間があった。和田岬線は朝晩の通勤旅客向けに特化した路線という性格から列車は日中の運転はなく平日は17往復、土曜日は12往復、休日は朝夕各1往復のみの計2往復が運転されている。そのため市営地下鉄では和田岬駅での JR 乗り換えの案内はしていない。 IC 乗車券は、両社、局の駅ともアイコカ及びピタパが利用可能。JR はアイコカエリア、地下鉄はピタパエリアである。JR の駅には改札がないため、これらのカードの取り扱いは、兵庫駅の中間改札で行われる。短式ホーム一面一線を有する地上駅である。現在は、神戸駅管理の無人駅だが、 国鉄時代から JR 加護にかけての自動改札機が設置されるまでの期間は駅員が配置されており、友人改札口や出札窓口があった。現在は駅内には改札や券売機などはなく、兵庫駅の和田岬崎線ホームに設置された自動改札機と自動券売機がその役割を代替している。改札がない構造も相まってホームの中ほどには 敷地外に直接接続する出入り口が設けられている。線路は構内に車止めが設置され、来た列車が折り返すだけの構造であるが、和田岬線の貨物営業が廃止された1980年までは、三菱重工業神戸造船所への専用線が続いていた。また、神戸市電が走っていた頃は、この専用線をまたぐため、路面電車としては、 比較的珍しい鉄軌道同士の立体交差があった。かつて1943年完成の木造平屋建駅舎があったが2009年8月に解体され、跡地には同年12月22日にファミリーマートと 1JR 和田岬駅前店が開業した。和田岬千線線では兵庫運河を生かした街づくりが始まっており、これに関連して、 和田岬線の存在が取り沙汰されている。島式ホーム一面二線を有する地下駅。改札口が地下1階、ホームが地下2階にある。日本を代表する造船所や大工場、あるいはそれらを支えた町工場が周辺に集まることから、駅イメージテーマはハイテク産業の町としている。コンコース壁面や天井に光沢のある金属パネルや、 ラスタータイルを用い、ハイテクなイメージを表現。ホームの対抗壁には、周辺の工場で製作され、神戸港を代表する景観の一端を担った、ガントリークレーンを抽象的に表現し、神戸港を支えた技術力を感じられるように配慮した。地上出入り口は、改札口の西側に道路を挟んで1番2番出口が、東側に3番出口が存在する。 海岸線で最も乗降客数が多いため自動改札機の台数も最も多い。混雑が著しいために列車停止位置の変更に伴うプラットフォームの拡張などが検討されている。乗り場駅周辺は三菱重工業、三菱電機の工場が広がる工場外であり、当駅の利用者も工場への通勤者が多数を占める。各年度の1日平均乗車人員は 歌表の通りである。ありがとうございます。